シャウトの秋元です。またね、やつがやってくれましたよ、やつが。そう、T37 ですね。実はですね、 T37、計4本持っててですね、今年で、計3本割れてます。で、そのうちの1本は1個のホイールの中で2箇所割れてるレベルなんですね。でちょっとね、割れすぎなのと、街中でね移動もするので、危ないなっていうので、今回はメインのホイール T37 から、C28N に戻そうと思います。で、戻すにあたって、C28N は、計6本持ってるんですけども、1セットは、ブロンズ色塗ったらですね、で残り2セットは、ガンメタ色塗ったるので、今回色を合わせる意味でも、一旦ね色を剥がしてみようかなと思います。で、実験的な意味もあるんですけど、僕が使っている C28N はもともとね、チタニウムシルバーって呼ばれるアルマイトの色なんですね。なんで、その上に、ブロンズだったりとか、いろんな色塗ってるので、そこを剥がせばもともとの綺麗なチタニウムシルバーに戻るんじゃないかなと、ね、そんな感じするでしょ。なんでまずはねチタニウムシルバーに戻してみて、車にね当てがってみて似合うんであれば、そのまま行こうかなと。で、似合わなければ、ちょっとね塗り替えるなりちょっと考えたいと思います。じゃまずはやっていきたいと思います。今ねホイール外してたんですけど、ちょっとね、気づいちゃいました。ちょっと見てね、今これ上がってるんだけど、結構ガタがひどいですね。で、これ両方ともなので、実はねこっち側もだったんで、ちょっと折ったらですね、タイロットエンドと、タイロットの型っぽいですね。見て見て、すごい、エンドが完全に死んでる。わかるかなこれ。エンドの型がかなりひどいですね。ちょっとこれ本当早急に変えたいと思います。はい、ということでね、ホイール外しました。このホイールもね、買ってからもう12、3年は使ってるので、いろいろねこういうガタ来てるはいるんですけど、まだまだねお気に入りのホイールなので綺麗に仕上げたいと思います。でね、今日使うねこの塗装の剥離剤なんですけど、こちらですね、こう MC ペインターってやつなんですけど、なんか Amazon で売ったやつですね。これちょっと初めて使うんでね、ちょっと使い勝手分かってないんですけど、剥離不可能の、塗料条件、エポキシ樹脂の配合の塗料塗膜と、ビニール、ゴム、プラスチック素材に塗られた塗膜が、できないみたいですね。なんで、今回の、ホイールアルミなので、いけるのかなっていうところですね。塗装もウレタン塗装なんで、ただねこの動画を見て真似する方は自己責任になってみてください。僕もやったことないので、はい、じゃあやっていきましょう。幼稚園とか小学校ですか、さ、ノリみたいな感じですね。よし、やってみよう。こっちもね、塗り終わりました。かなりこの剥離剤強いかもしれないですね。もう塗ってる途中からね、こんな感じですね。もう少し剥がれ始めてますね。でね、気温がね、20度ぐらいだったら2、30分でいいみたいなんですけど、多分今日ね10度ないので、そうだな、30分ぐらいねちょっとこのまま放置したいと思います。
今ね2回目の剥離作業が終わりました。こんな感じですね。もうすでに挫折しそうですね。でなんか以前ね使ったロックのね剥離剤の方が強い感じしますね、今使ってるやつよりも。まあそういうことがあったんで、今回はねこのネオリバーって呼ばれるやつを使ってみたいと思います。これ4キロ入ってね3000円もしない結構お得な剥離剤っぽいですね。以前使ってたロックのやつだと同じ4キロで、だいたいね5000円はしないんですけど、まあそれに近い金額取られたので、ちょっとこれで今回やってみたいと思います。これがネオリバーですね。意外に緑色してます。これ見えますかね、これシルバーの多分塗料だと思うんですね。でこれがホイールの素地というかベースだと思うんですけど、チタニウムシルバーって塗装っぽいですよね。剥がしてチタニウムシルバーにするっていうよりは、剥がしちゃうとチタニウムシルバーも剥がれちゃうっていうオチじゃないですかね。これ大体、剥がし終わったやつがねこんな感じなんですよね。確かにチタニウムシルバーと比べると明るい感じがするんですよね。まあここまでやってきてるんで、とりあえずは6本剥がしてみて、まあ車にあてがって、まあ、雰囲気がね合うかどうかちょっと確認して、そこから切りましょう。一旦ね剥がし終わったホイール今つけました。どうですかね。結構やっぱ紺のボディにシルバーのホイールも悪くないですよね。賛否両論あると思うんですけど、どうですかね。で意外にこうやって見てもらうと、やっぱねあのブロンズなんかに比べるとホイール大きく見えますよね。じゃあねツイッターで、アンケートをね取ってみたいと思います。今のね見てもらったホイールを、まあ、塗り替えるなら、どっちがいいですかっていう形ですね。一つは、ツヤありの黒で、もう一つは、まあ、シルバーっていう形ですね。まあ、このねアンケート結果次第でちょっと塗り替える色を決めたいと思います。あ、ツイッターの、ね、フォローの方もよろしくお願いします。はい、ツイッターでね、どっちの色がいいっていうのを投票取ったんですけれども、ツヤありブラックか、シルバーですね。で、全部で192票の投票いただきました。ありがとうございました。で60% の方が、ツヤあり黒がいいっていうことですね。なんで今日はね黒で塗っていきたいと思います。
こんな感じなので、結構ね車の雰囲気と合ってると思うんですけど、いかがですかね。それではね、今日の動画は以上になります。気に入っていただけたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。